池田恵美のリファーラルフォーライフ時刻は十時三十分を回りました皆さんこんにちは池田恵美のリファーラルフォーライフのお時間となりました今週もお聞きいただきましてありがとうございますこの番組は面白いお形にの AI プランニングと壮大なビジネスと雄大な人生をつかむ起業家コミュニティを創造するアセンティブジャパンの提供でお届けしております パーソナリティは一生もののリファーラルを提供することで働く時間を半分に収益を倍にするお手伝いをしておりますビジネスコーチリファーラルマーケティングコンサルの池田由美ですこの番組はリファーラル紹介を通じてビジネスや人生をより豊かにしたい方にお役に立つ情報やとっておきの素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です双方向でお伝えしていきたいと思っております 番組では皆さんのメッセージ、ご要望、ご質問、どんどん募集しております。メールアドレスは7 9 7 f m k f m n o s c o m 7 9 7 f m k f m n o s c o m までお願いいたします。スマートフォンでもお聞きいただくことができます。ツイキャスやリスンラジオでも配信しております。ぜひ、f m g n o ンを検索してお聞きくださいね。ツイキャスからもコメントお待ちしております。 はい、さてさて、7月半ばになっておりますが、毎日暑い日が続いておりますね。なんか地域によっては、えー、大雨になったりですとか、ちょっとなんかん、夏になったんだけど、梅雨に戻っちゃったかな、なんていう感じのところもあるかもしれませんね。私はですね先週 は、えー、ずっと山口県の宇部というところに行ってまして、人生初の山口県だったんですけどね、そこで、えー、セミナーをやっておりました。で、ものすごい雨にね、えー、やっぱ降られちゃったこともあるんですけれども、まあその後のこうすがすがしい青空がですね、ほんともう真夏の雲で、青空ですごくこう空が高い感じがして気持ちいいなというふうに思ってました。 ちょうど私たちがセミナーで使わせていただいた場所がですね、時キ湖という湖が見えて、さらにその先に瀬戸内海も見えるというような、すごい素敵な場所でセミナーをさせていただいておりました。えそこから戻って、今日はですね、地元の埼玉県草加市から、えー、お届けしているんですけども、まあ、暑いの、暑いの、なんかね、 えー、日本で一番暑いのは埼玉県の熊谷市というところで本当39度とか40度とかっていうね、えー、いつも記録的な暑さを出しちゃうところなんですがその熊谷とはねあの、私の住んでる町は、えー、どれぐらいだろう、60キロぐらいは離れてるのかなだから温度では気温では2度ぐらいは2度、3度はいつも違うんですけれどもまあ、でも暑いですね。 はい。こんな夏、皆さんの熱中症には本当くれぐれもお気をつけいただきたいと思います。こんな暑い夏ですけれども、私はですね、今、めちゃめちゃこう楽しみにしていたセミナーに受講しているところなんですね。私も障害学習というの非常に重要に、大事に思ってまして、 常に学び続けなければなと思ってるんですが、私もビジネスコーチングをしておりますので、世界一のコーチと呼ばれているアンソニー・ロビンス、えー。皆さん聞いたことありますかねアンソニー・ロビンスさんという方なんですけれども。えー、この方のセッションを、あのー、もう3回目かな、えー、去年初めて受講させていただいて、2度目の時はちょっとどうしてもスケジュール合わなくて全部は難しかったんですが、 今回はもう万全を期して受けようと思って、4日間連続で、ほぼ徹夜で受けてるという状況です。相当私も今ね、アドリナリン全開でテンション高い状態で、<laughs> うん、ビッグステート、ねビ、ビューティフルステート、いい状態を今こう持ってるような状況で、今この配信させていただいております。アンソニー・ロビンスの <laughs> Unleash the Power Within っていうね、えー、セミナーなんですけれどももうなんていうのかなもちろんビジネスだけじゃなくてこれはもう人生を本当に豊かにしようというところで、えー、自分のこう心にずっとなんかこり固まったものとか自分の先入観だったりとかトラウマだったりとか、まあ、いろんなことを皆さん抱えていると思うんですけれどもそれって自分の思い込みだったりするんですよね。 こういったものを全部取っ払って、ならはあなたでいいんだよっていうような、ね、すごく力をくれるような内容で、実は去年初めて参加させていただいて、もう本当私自身がすごくマインドが変わって楽になったなぁと思って、一瞬にしてできるこの状況ってすごいなぁと思いました。で、去年も今年もですね、今ね、1万2000人がいっぺんに受けてるんですよ、ウェビナーで。 もう、まあ、圧巻ですよ。12,120カ国で10校だったかなの言語で同時通訳がされていて、ものすごいエネルギーが高いワークショップになってますね。あのー、ほんと常にこう、踊ったりとか、えー みんなジャンプしたりとか声出したりとかしながらなんで、ちょっとね、ご家族のいる方、一緒にやってる方もいらっしゃるし、あのそういう姿を見られたくない方ホテルに缶詰でやってたりしてますけれどね、私は自宅からやってるんですけども、もう一緒に隣にいるワンコが、もうなんでこんなに夜中に暴れてるのっていうような不思議な目を知って、もうワンコが避難してました。 <laughs> えー、今回はニューヨークタイムで行われているので、えー、毎晩夜10時から翌日の午後3時までという。信じられます夜10時から次の日の午後3時までノンストップですよ。 あもちろん、アソニーだけじゃなくって、他の方もね、いろんなスピーカーも登壇したりしてるんですけれども、私は去年このセッションを受けて、まあ、とにかく自分の体をいい状態にしましょう、美しい状態にしましょうっていう、えー、セッションなんですけれども、えーその まあ、いい状態にするには、体にいいものとか、心にいいものをどんどん取り入れていこうっていう、いいものってどういうことだっていうのをやっていたんですけど、最後に、10 days チャレンジがあって、逆に体に良くないものは取らないようにしようねっていうチャレンジがあったんですよね。で、その中で、えっと、体に良くないもの7つあって、えー、全部、7つ全部じゃなくていいから、4つ選んで取らないという、 ことを自分で決めてチャレンジしようっていうものだったんですね。で、その7つのうち私が選んだ取らないものっていうのが、まずは、えー、アルコール、あとカフェイン、あとお砂糖ですね。あとお酢お酢はね、体にいいと思ってたんですけど、まあ酸化するっていうところもあって、お酢もあの、良くないものにあげられたんですが、私はその7項目の中でこの4つを選んだんですね。 これを取らないだけで、まあ、これ受講してる間もお酒も,もはもちろん取ってなかったんですね。で、逆に、えー、カフェイン、コーヒー株伸びしてたのでカフェインの量がすごい増えちゃってたりしてたんですけど、えー、これをこのセミナー終わった後、10日間取らなかったら、それだけで2キロ体重が落ちて、 で10日やったら全然なんかなくても大丈夫になってきてやっぱ習慣ですよねその後1ヶ月で4キロ落ちてで1ヶ月やったらもう3ヶ月そのまま大丈夫になっちゃってもう私がねあのお友達とか仲間はみんなびっくりしてるんですけどノンアルな人になっちゃったんですよそれで本当に <laughs> もうかなり飲んでたんですけどねで3ヶ月アルコールカフェインとコーヒーもいっぱいも飲まなかったんですよねコーヒー大好きだったのに。 あと、お砂糖は、まあ、ね、お料理で使われてる場合もあるんですけど、極力自分で使わないようにしていましたけど、あと、スートラのコトラ、えー、結局、去年7キロ落ちたんですよ、それだけで。なので、もうすごい体もスッキリして、まあ、ちょっとね、そっからね、4キロぐらい戻っちゃったんで、今、ね、今日は実は、えー、デイフォーですので、また最後チャレンジがあるので、ここからまたね、 えー、もう一回改めて気をと、あの、改めてこのチャレンジしていこうかなというふうに思っています。さあ、この後私がどんな変化があるか皆さん楽しみにしててください。はい。ではですね、今週はですけれども、えー、私の方でね、いろいろ皆さん情報をお伝えさせていただきたいと思ってるんですが、えー、今週のテーマは紹介の家ということでお話をしていきたいと思います。紹介の家ってね、あまり聞かない言葉ですよね。 そう実は紹介このリファーラルマーケティングっていうのはお家を建てるのに似てますよっていうふうに言われていますそんなふうに考えたことってありますか、まあ、実は私自身もこれ学ぶまではそんなことを考えたこともありませんでしたでも学んでみてああなるほどなと思ってこれはねきっと皆さんにもイメージしやすいんじゃないかなと思って今日はお話しさせていただきたいと思います えー、皆さんはお家を建てる手順とかね、工程をぜひイメージしていただきたいと思います。まあ、大工さんじゃなくてもね、なんとなくお家を建てるところって見たことがあるんじゃないかなというふうに思います。うん、まずは、えー、お家を建てる場所の地中を掘って、基礎というところをね、しっかりと作っていきますよね。この基礎の部分、土の中どんどん掘ってって芯を立てていく場所ですよね。この地中の基礎になるところ、 に、私たち、アセンティブが最も大事にしている概念なんですけれども、エモーショナリーチャージドコネクションという、なんであなたはその仕事をしてるんですかっていう、その理由というのを土台にしっかり敷き詰めていきます。このエモーショナリーチャージドコネクション、ECC と頭文字を取って読んでるんですが、まあ、この概念についてはね、また今度詳しくお話をさせていただきますけど、なんであなたはその仕事をしてるんですかその理由です。これは、 であなたが転職したりとか、起業したとか、独立したとか、就職した理由を言うんではなくて、もっともっと深いところで、あなたの思い出のある出来事と感情をもとに、あなたを動かしている本当の真の理由ということですね。この DCC、えー、については、私の本講座でも2日間かけてもじっくり考えていくようなものなんですけれども、あなたはなんでその仕事をしてるんでしょうか ね。これを敷き詰めていきます。例えば、ね、私はですけど、このリファーラルマーケティングっていうのを日本中に広めることで、起業家や経営者の皆さんをリフトアップしていく、支え上げていく、そんなことをしない、それをお届けすることで、経済活性ですとか、復興支援、地域貢献をする活動をしているんですよね。私自身が、実は離婚してから、 まあ、一からね、離婚を機に一から生活を立て直さなければならなかった時に、このリファーラルマーケティングを日本に持ち帰った第一人者の友人が、この世界を私に教えてくれて、私自身をリフットアップして支えてくれたおかげで、私の人生っていうのが大きく変わったんです。思い起こせば、私は、 えまあ150年続く家業の総家宣部屋で生まれ育って150年同じ場所で同じものを業態も変えずにずっと作り続けるということはそう簡単ではなかったんですよね。幕末に創業して以来大政奉還や明治維新、関東大震災、第二次世界大戦、東日本大震災、令和になったこの途端にこのコロナショックと。 歴史上の数々の困難を乗り越えて、乗り越えて、やっとやっとやってこれている、ね、そんな姿や、それを支えてくれていたのが、お互いに信頼し合っているお取引先様や、お客様、従業員の理解と協力があったからこそだな、ということを身に染みて感じています。そして、私がこのリファーラルマーケティングに出会って、この開発はうまいずな博士と出会ってから、 この手法が私のバックボーンととってもリンクしていて家業が経験してきたことがアメリカでなんと開発されてそれを数値化し計測され再現性がある理論に落とし込まれてたということに非常に衝撃を受けたんですよねまさしくそんなことを体感している私だからこそ私にしか伝えられないことがあると思って今このリファーラルマーケティングこの紹介術というのを日本に広げる活動をしています こういう、その人その人の深い理由と向き合って、この ECC、エモーショナリーチャージョコ,コネクションをつかんで、あなたの仲間に伝えることで、あなたを支えてくれるリファイランのチームというのを構築することができるんです。最もあなたにとって大切な ECC、この、それを基礎の部分に敷き詰めていきます。この基礎の上には、家を作る際、 あこの基礎の上にですね、えー、今度は家を作る際に、えーどうん、コンクリートでね、土台を作っていくのかなそれが多いと思うんですけれども、この土台の部分というところに次にミッションというあなたの目標に向かって何をするのかということを貼っていきます。基礎の上には、えー、コンクリートで作られているところのにミッションというものを張り詰めていきます。 そしてさらには屋根にあなたのビジョンというのを掲げます。屋根は2面あって片側がビジネスの側面、もう片側はパーソナルな側面というものになっていきます。この屋根っていうのはとっても大きくて重いんですよね。だから四角の太い柱っていうのが必要で、この柱を によって大きな屋根をぐーっと持ち上げてくれるということになっています。そしてそのお、ね、土台と屋根、えー、そして四つ角の柱で、えー、骨格ができてきますけれども、ここを合間合間に細い柱ですとか壁、梁を入れることによってさらにこの屋根を支え家の前傾ができてきます。この細い柱や壁、 など家を囲んでくれる部分というのがリファラルソースと呼ばれるあなたの紹介の源になってくれる人たちがこれを支えてくれるということになりますそしてこの家の全景ができて中に空間ができてきましたここに家具とかテレビそして絵画を飾ったりすることでこのお家ってとっても快適になってきますよね、えー、このお家を建てるために えー、さらにはですね、えー、構造というものもすごく重要になりますつまり設計ですよね、うん、この設計というのが皆さんのリファーラルマーケティングプランというもので、えー、力にできます誰と何をするのかこの計画を立てることであなたに対しての紹介というのが実はすごく加速してきます皆さんもそれが紹介が多くどんどんもらえるようになってくるということです そしてさらには、このリファーラルマーケティングアクティビティ、活動、これを習慣化することで、紹介が流れ,流れ込むことが向上的になってくるんです。この習慣化というのが大事ですよね。先ほど私もアンソニー・ロビンスのセッションの中で、4つのものを取らないという習慣化したことで、ものすごい成果が出てきたということをお話しました。皆さんもこの習慣を化することで、えー この紹介が流れ込むことが恒常的になってくる。いつもいつももらえるようになるということですね。で、この家はただ建てるだけではダメで、快適な家を維持するためには、窓を開けて風を通したりですとか、メンテナンスというのが必要になってきますよね。うんえー、これはあなたの紹介のチームにもメンテナンスというものが必要になってきます。 そしてこのお家というのをどこに建てるのかということを考えるのも重要なんですね。山に建てるのか、海沿いに建てるのか、街中に建てるのか、建てる場所によって建て方も素材も変わってきます。この場所っていうのが、あなたのターゲットマーケットと呼ばれる人がいるところに建てることになってきます。ね、えー、会いたい人のいるところに会いた、た ててた方がいいでですすよってことですつまり、木こりさんに会いたいんだったら山沿いに建てた方がいいし、漁師に会いたいんだったらば海沿いに建てた方が会いやすくなりますよね。そして、この山側の人たちには山側の共通言語というのもありますし、海なら海なりのルールですとか、共通言語というのもあるんです。だから、この場所というのを決めることが重要なんですが、これを決めるのは皆さんご自身です。 こういった、えー、家のパーツパーツにリファーラルマーケティングの要素というものを入れることで皆さんのとっても素敵なお家というのが、えー、簡単に建てられるようになるんですよということですね。そしてこのお家に快適に住み続けることで皆さんに皆さんにとっていい紹介をたくさん得られるようになっていきます。いかがでしょう素敵なお家のイメージできました実はこのイメージっていうのが大事で このイメージを持つことがあなたの成功につながっていきます。今回もね、アンソニー・ロビンスも言ってますけど、このイメージっていうのができないともう完成することができないっていうふうにね、言ってました。まさしくそうだなというふうに私も思っています。え皆さんの土台にこの ECC、ね、なぜそのお仕事をしてるんでしょうってことを土台に記者、えー、のところに引き詰めて 土台にはあなたのミッション、何,何をするかということ、行動ですね。そして屋根にビジョン、皆さんの素晴らしいビジョンを抱えていただき、かかうん、あのぐっと、ね、屋根に持ち上げていただき、それを支えてくれる四つ角の柱、そして細い柱ものありますし、壁、梁、こういったものでお家の前景ができますよ。そしてその中には、 え、家具とかソファーとか家電とか絵画を飾ることでお家が快適になってきますということでした。で、このお家はぜひメンテナンスをして風通し良くすることで、えー、お家をいい状態に維持していきましょう。で、このお家を建てるための構造というものがリファーラルマーケティングプラン計画になってくるし、え、これを皆さんね、えー、 活動、行動して習慣化することによって、よりこのリファーラルがもらえるということが加速し、そして向上的になるということでした、えー。皆さんのこのリファーラル紹介っていうのは、周りの方々のお力をお借りできるというすごい仕組みなんです。なので、皆さんを応援してくれる方にも、喜んでお手伝いしますっていうふうに言っていただけるような関係を築いて、素敵なお家を建てていただきたいというふうに思います。 そんな素敵なお家できたらぜひ私ご紹介ご招待していただけたら嬉しいなぁというふうに思いますし私のお家もぜひぜひ皆さん訪れてくださいねはい、えー、そんなね皆さんのイメージ紹介のお家、ね、お庭にもねお花があったり池があったり、えー、果実があったりするともっともっと良くなるかもしれませんそんな素敵な、えー、イメージをぜひ持ってこの紹介という活動をしやっていきましょう はい。では、えー、ここからはですね、番組からお知らせをさせていただきたいというふうに思います。えー、毎度毎度ね、恒例になっておりますけれども、毎月開催しております。リファーラルマーケティングオンラインセミナーですね。えー、これは7月は20日ですね。えー、あさって行います。時間は午後2時から4時半まで。 これオンラインですので全国からご参加いただけますこの間は海外からもご参加いただくことが方がいらっしゃいましたあのズームを使ってやりますのでねぜひ皆さんこちらご参加いただいてリファーラルマーケティングどういうことっていう基礎を学べる講座になっておりますこちら費用は3300円になってますね申し込みに関しましてはアセンティブジャパンのホームページからお願いいたしますそして えー、もう恒例になってきました。アセンティブセミナー in 沖縄ということで、えー、なんと来月開催が決まりました、えー。日程は8月5日、リファーラルマーケティングワン、ワンデーセミナー in 沖縄ですね。午前中にリファーラルサクセスンワン,オンリファーラルマーケティングの基礎編ということで、えー、まあ、座学になりますけれども、リファーラルってどうやったら生み出せるのとか、 質が高いリファーラルってどうやったらもらえるのただの紹介じゃなくて、あなたにとってはドストライクですね。これをどうやったらもらえるのなんていう秘密について、えー、午前中学んでいきます。そして午後からは、ルームフルオブリファーラルズ、ディスクリロムというものを基にした行動スタイルのセミナーです。こちらは4時間でちょっと長いんですけど、 でももう皆さん、この4時間、あっという間だったっていうほど、もう本当に楽しいセミナーで、やってる私もすごく楽しいんですけれども、もう皆さんね、本当ふ、もう笑いすぎてお腹が痛いとかね、椅子から落ちるなんていう方もいらっしゃいます、えー。ぜひですね、こちらワンデーですので、午前中午後を通して、えー、ご参加いただけるといいなと思います。もちろん午前中だけとか午後だけでも全然大丈夫です。 えー、今回、会場はですね中城のシナジールームさんの方で開催いたします。こちらも詳細につきましては、同じくアセンティブジャパンのホームページをご覧いただきたいと思います。お申し込み、お問い合わせも、アセンティブジャパンのホームページにお願いいたします。 えー、両方、えー、オンラインセミナーも、またリアルセミナーも、えー、講師は私が登壇しておりますので、ぜひですね、当日、えー、お目にかかれたら嬉しいなというふうに思います。近くの方、ぜひお越しくださいね。はい。 えー、本日もね、皆さんお聞きいただきました。ありがとうございました。本当にもうね、どん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 暑い日が続いております。そしてまた、えー、新しくね、コロナが広がっているという状況、今、感染状況が広がっちゃってる状況ですので、ぜひ、まあ、引き続き手洗い、うがい、消毒、えー、気をつけていただいて、皆さんもね、あのー お気をつけてお過ごしくださいね。またこれからは食中毒とかね、別の問題も出てきますから、そういったこともぜひ気をつけてください。えー、今日は月曜日1週間の始まりです。お仕事中の方、ちょっと手を休めながら聞いていただきました。ありがとうございます。またコーヒータイムの方、えー、リフレッシュできましたでしょうか運転中の方、あーお聞きいただきました。ありがとうございます。ね、この後も気をつけて、目的地まで行ってくださいね。 どうぞ皆さん素晴らしい一週間と素敵な一日をお過ごしください。Have a amazing weekend and wonderful day! お相手はビジネスコーチ池田ありみでした。えー、今週もお聞きいただきましてありがとうございました。それではまた来週いってらっしゃい